皆さんこんにちは。本日は奈良国際映画祭フォーユース2021にお越しくださいまして誠にありがとうございます。配信でご覧いただいている皆様も本当にありがとうございます。本日司会進行を務めさせていただきます、私川原千佳代と申します。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。さあ、例年行われている3つのユースプログラム、ユース映画制作ワークショップ、ユースシネマインターン、ユース映画審査員、これをですね、今年から奈良国際映画祭のもう一つの柱として位置づけ、日本全国の若い世代の新しい才能をこの奈良の地から世界に発信するイベントとして再構成いたしました。これまではプレイベントという形で行われていたと思うんですけれども、今年からはそうです、奈良国際映画祭フォーユースとして新たに生まれ変わりました。そんな今年のユース映画制作ワークショップでは、マレーシアからリム・カーワイ監督を特別講師としてお招きし、夏休み1週間を利用して子どもたちのみで企画、撮影、編集までを3チームに分かれて行ってもらいました。今回はそうやって作られた3作品をこれから皆さんにご覧いただきます。そして上映後は実際に制作した子どもたち、そしてリム・カワイ監督にもご登壇いただきお話を伺いたいと思います。リム監督、青いチームの皆さん、どうぞ舞台上へお越しください。ありがとうございます。ではまずはですね、青いチームの皆さん、自己紹介からお願いしてもよろしいですか。はい、マイクはどこから回す感じで、加瀬さん、そこ、はい、じゃあ自己紹介をお願いいたします。中学3年生の梅本優香です。この映画制作に参加させていただくのは3回目なんですけど、毎回いろんな新しい気づきとか勉強とかできてとっても楽しいです。ありがとう、よろしくお願いしますよろしくお願いします。終わってどうすんの、はい、ありがとうございます。ゆうか、はい、中学3年生中1からやってるってことですね。3回目ってことはね、すごい。はい、ではお願いします。高校1年生の小野田恵子です。映画制作は2回目で、もう去年はまあ主役させてもらって、今年はまあこう下校途中の生徒を演じさせてもらったんですけど、なんかもう毎年全然違う発見ができてとても嬉しいです。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。流行って唯一男子です。そうですね、じゃあお願いします。高校2年生の九条颯です。映画制作は初めてしました。まあ、初めてなりで頑張りました。よろしくお願いしますかわいい、初めての参加。颯はですね、審査員の方を、ずっとやってきていて、で今年初めて映画制作、ね、ワークショップに、はい、ずいぶん大きくなりました。身長も伸びました。伸びる年頃ですもんね。はい、はい、母の気分で す、はい、すじゃあお願いします。高校3年生のフィンドレマイヤーです。カメラを担当させていただいて、今回で4回目の映画制作なんですけど、こんなに上映される前に心臓がバクバクしてたのは今年が初めてです、マイヤは最後の歌を作詞も作曲もしました。
素晴らしいなと思います。すごい、すごい、はい、今ちょっとドキドキ落ち着きましたか。はい、あ、でもまだドキドキしてるありがとうございます。高校3年生の川浦里安です。私は奈良国際映画祭でのワークショップ、映画制作ワークショップは今高校3年生で、中学3年生に一度参加したぶりの参加です。でその間に他のところでワークショップとか映画作ってたりとかするんですけど、してたんですけど、このその間とかで得たものとか、あとはやっぱり今回の中で学んだこととか多くて、その中学3年生の時よりも成長できたんじゃないかなって思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。まあ、演じるっていうこともね、今回やってくれたリアンですけれどもね、はい、はい、で、あやちゃん、はい、高校3年生の五十嵐彩乃です。今回映画制作に参加するの初めてで、すっごい濃い1週間を過ごさせてもらいました。もっと前から参加したかったなってすごい今思ってます。よろしくお願いします。お願いします。あやちゃんは、はい、やっぱり俳優をやりたいんですか。はい、やりたいです素晴らしい、まあ、学校の方でも演劇では主役をやってるんだよね。はい、楽しみです。はい、そういった経験も生かしてくれました、はい、ありがとうございます。そして、リム監督、今日はよろしくお願いいたします。なんかリム君ちょっとなんかさっぱりしてるイメージチェンジはい、今まず青いをご覧いただいて、マイクがついてなかったから、はい、もうちょっと喋りたいみたいな。はい、そうです。まあ、そうですね、マレーシアから来ました、はい、リム・カーワイですけれども、今回、特別講師という形で参加させていただいて、本当に素晴らしい体験させていただいて楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、私たち、最初に嘘の自己紹介というのをやるんですけれども嘘の自己紹介の時にリム監督が、はいはい、いや僕はウォン界隈だからって言ったんですよねえ、ウォン界隈だったの、はい、っていう感じだったんです。あれは嘘ですか。あ、嘘ですよね嘘の自己紹介ですからそれは嘘の自己紹介をこれからしますって言わないで嘘の自己紹介をするんですか。いや、嘘の自己紹介をしましょうって言ってやるんですけど、まあまあすっかりみんなウォンカーワイだと思って、あのウォンカーワイは僕が操ってるからみたいなこと言ってましたけどね、はい、ありがとうございます。でもそういうなんかこうリム監督のあれでちょっと和んだんじゃないですか皆さんも。いや、ちょっと何回よりも引いていってたかもしれないです和むというよりかはドン引きやったって、はい、でもこれ母さん1週間で、はい、そうですね、ちょっとまあユースのみんなにも発言を使おうと思うので、はい、聞きたいです。ちょっといじってみていいですか。はい、もちろんです。いいですか、はい、これみんなさ最初にあんたら何こう作んのみたいなこと話をちょっと聞いてた時に恋愛映画を作りたいって言いましたよね。で恋愛映画を作るんやったら、まあ、早って俺出ること決まりやなと思いませんでした。で男子一人だからさ確実主役ですよ ね、イメージ的には最初はそうかなと思ってました最初はでもなんか女子二人の恋愛になってしまった時にはちょっと残念でしたか。まあ残念でしたこのでも恋愛をやりたいって言ってるのは、まあ、稽古は2回目なんやけどもずっと恋愛やんね。やりたいのが自分が映画制作やってる時、去年も恋愛映画でしたよね。なんか去年はなんかこう親友っていうか大好きな友達っていう多分認識で私多分去年の映画は制作させてもらったんですけど、今年はなんか多分初めはみんなで恋愛したいねっていう話してたんですけど、こうまあ同性の恋愛っていうところとか、あとまあ他の捉え方としてソウルメイトっていう捉え方もあるよねっていうのでみんなで話し合って女子2人でこの映画を作っていこうってことになりました。うん、
今回この中で監督は B チームって書いてましたけど、でもなんか6人いるとやっぱりその誰かの意見をまあ中心に置くか、うん、もしくはディスカッションしていかなきゃいけないと思うんだけど、優香その辺どういうふうに進めてたの？マイクがないよ優香ちゃんこっちこっち、消毒をねしてから。はい、ありがとうございます。シーンによるんですけど、なんか誰かをしたいってやってる時もあれば、もう悩んでしまったりとかしたら全員でディスカッション話し合ったりとかして、で自分が思った表現とかこういうシーンいいんじゃないっていうのをいろんなところ、もうこのシーンに限って話すんじゃなくて全体としてこんなシーン入れたいこんなシーン入れたいっていうのをいろいろ集めていって、それを順番に並べて撮っていったって感じです。しっかりしてるでしょ。中学3年生じゃなかったっけ？中3ですよ。中学3年生だったよね。でもやっぱり でもね、リム君が言ったんだけど、優香は監督だよねって言ってたよね監督っぽいですね。現場ではすごくびっくりしました。その発言もだし視点というか考え方とかも一番年下だよね。ねえ、そう、一番年下なの、年下なのになんか一番監督っぽいという感じですよね。びっくりしました。これみんな一番、まあ、高校生のリアンなんか高3やんな、そんなリアンちゃん出演してましたけどどうですか、優香見てて。これマイクを残していった方がいいと思う。それね、答えてもらわなあかんしね。カメラの前で演技とかしてるときにその向こう側でいろいろ見て、うん、その言ってくれたりとか、あとは進めてる中でこうしたいああしたいっていうすごい想像したものをすごいいっぱい言ってくれて、その多分優香がその出す量が多分熱量とか一番多かった感じがしました。私の記憶では中1の時の優香はみんなの中に入ってとにかく中1ってこの間まで小学生で、うん、結構ぼんやりしてたんですよね中1の時なんかそれがものすごいこう2年目、そして今回3年目ってなってくるのにものすごくぐわーっとこう発言力が増えていくねんけど、何、うん、かあったんですか？やっぱり今学校で自分で立候補して生徒会長になららせてもらったりとか。マジで生徒会長なんですよ。こうやって生徒会長でそういうのでその生徒会内とか、なんか1回目参加させてもらった時に自分の中でもあんま自分の思いって伝えられてないなっていうのもあって、うん、クラス内で話す時とかも自分からいろいろ言ってみるようにしてみたりとか、生徒会長もなんかこういうふうにしたいなって思うのを一番なんていうんですか、学校側に伝えられるのって生徒会長かなと思って立候補したりとかして、その1年目の時にあんま伝えられなかったっていうのを踏まえて学校でもいろいろ挑戦したりとかしてみて頑張ってます。ちょっとだからユースに参加したことが普段の学校生活も変えたし、その普段の学校生活の変化がまた今回の作品作りに生かされるっていう成長音成長やね。そうです ね待って、これ多分オンラインで聞いてるお金持ちの人とか教育関係者とかすごい支援してほしいほんまに素晴らしいですね、この発言。言わせてるわけじゃないですよ、ね、全然ね、うん、そうなんですけど、じゃあ、あやちゃんは今回、まあ、先ほど俳優をやりたいというふうに言っておりましたけれども、はいはい、マイクをあやちゃんにお願いします、はい、一番向こうに。いや、なんかこの2人は本当になんかこう素晴らしい、私は演じてやったなと思うんですけれども、ありがとうございますでも難しいと思いますよ。難しい役やったとすごく思うんですけど、どうでした？自分は学校で授業で演劇をやってたんですけど、うん、セリフをなしで表情でその感情を伝えるっていうのがすごい難しくてすごい戸惑ったんですけど、なんかやっぱ映画ってチーム全体で作るから、なんかすごいその時に例えば優香ちゃんが演出でもっとこうしたらいいよとか助けてくれたり、
そのマイヤのカメラの角度とかでなんか自分が思ってる以上にその画面で見ると表情とか感情が伝わってて、やっぱあのその演じてるのは2人で、映画に出てるのも2人だけやけど、あのやっぱ裏でいろいろ支えてるのがすごい映画に全部出てるなと思って、すごい楽しかったです。そういうことを感じながら、はい、あのあやは、あ、じゃあ、あやなはあのこういう風な感じでちょっとこうふわふわってしてる感じなんですけど、まあ、あの演じている表情も見ていただくと、こう芯の強いところもガッとこうあってですね、で、制作ワークショップの間、まあ、最後の方にですね、私にいい事務所ないですかって言いました。そんな言い方すごいの、すごいの、もうあの本気で今から行くって感じですね。いやでも、はい、あの言葉としてのセリフはなくても、心の中でたくさんの思いを今持ってるんだろうなっていうのはすごく伝わるお芝居だったし、そうですね、うん、でこれをですね、だけどその演じてだけじゃなくて、やっぱり、私も映画作ってるんで、その演出してるものだけじゃなくて、やっぱ撮影するものが必要なんですよ、うん、マイヤずっとカメラを、まあ、撮影を希望して今回いましたし、はい、前からもそうだったんですけど、うん、マイヤちゃん、はい、カメラを担当したのはこれで3回目 だったんですけど、すごくあの2人の演技がすごくあの印象に残ってて、すごく爽やかって言ったら違うけど自然な感じで、ね、撮影のしがいがあって、でどうしようかなって困った時とか、あのゆうかちゃんがいろんなアドバイスしてくれて助けてもらって、楽しかったです。あの私たちユースのみんなにもやっぱりアーティストだと思ってるんで、あのユースのポートレートを撮るんです、去年から、はい、で去年はあのレスリー・キーがやってきてみんなを撮ったんですけども、今年は、まあ、奈良町在住の、フォトグラファー、今ここにもいるよね、うん、はい、いい写真です、はい、ありがとうございます、はい、いい写真です、はい、でこれパンフレットみたいなのにも載ってますよね、うん、皆さんね、あります、うん、はいはい、素晴らしい写真なんですけれども、これを撮影をする場所とかにものすごく興味があって、アシスタントで入らせてくれっていうふうに言ってたぐらいなので、やっぱり撮影に対してすごい思い入れがあるんですね、うん、なんか世界を切り取るっていうことになんか毎回興味あるんですか、マイヤは。はい、あ、今年初めて気づいたことがあって、いつもはその撮る場所、撮る場面だけを意識してたんですけど、その撮る場所を決めたらそれ以外のところが映らないってことに今年参加して気がついて、だからその撮影する場所を決めるっていうのはすごく責任重大なことなんだなって今年気がつきました、うん、素晴らしいものを得てますね、うん、ああなるほど、撮ったものは残るけれども私たちが見ている世界はもっといっぱいあって、うん、つまりは映画というのは捨てる作業であると、この世界を捨てる作業であって、捨てるということがいかに大切か、何を捨てたかが大事っていうのは実は私はすごく意識してます、うん、はい、それにマイヤは気づいたのね、素晴らしい。でもなんかこの新しい感覚、この若い世代ならではの感覚と、ずっともう昔からみんなが感じるその感覚っていう、なんかそのスイッチがすごい、その映像でなんかキュンってなるところと、あーっていうなるところは、そういうもしかしたらまえちゃんの撮影の力やったんかなって今思いました。私やっぱりすごいフレームの切り取り方が素晴らしいなと思いましたね、でしかも最終日に、上映の日に朝に歌作ってきたんですけどっていう、だよね、あれ最終日だよね、最終日で朝から録音したいねん言ってスタッフたちに言ってきて、うん、でなんかホテルの一室で撮ったんですよね、へえ、うん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 、で颯って低い声で歌ってましたけど、なんかあれを歌詞も彼女が作ってるから、あれはどこで思いついたんですか、あれは
帰りの電車の中であの最終日の前日の帰りの電車の中でなるほど。でもこれは残したいって制作のチームの人たち数人で帰ってたんですけど、ちょっとアドバイスとかもらって急いで作ろうと思って考えました。すごいね、溢れてるね。届かない星、届かない星ですよ。でもじゃあそれができるまでそこには何もハマってなかったってこと？ハマってない、ハマってない。うん。いやあれで一気になんか形になったよね。うん、リム君どう思いました？あれ。いや本当になんか感動しましたね。うん、その曲を聴いた瞬間はなんかレベルが高くってびっくりしました。あのそして楽器をいくらでも足していこうと思えば足せるし、うん、ピアノがないとダメだとか、なんかもっとスタジオちゃんと確保してもらわないとみたいな、私たち大人とかプロは思っちゃうんですけど、完全アカペラでハーモニーでこう成り立っているっていう、こう本当にミニマムな状態の中で作ったこの映画制作ですけれども、たった1週間でゼロからこれ、それがびっくり完成しました。というわけで、はい、これは A チームですか？はい、 A チームですか？これはあ、これは青いチームでございました。はい、またね、あの最後あの監督にも総評もいただきたいと思うんですけれども、ありがとうございます。まずは青い、もうタイトルもなんかこう全てが青いという感じでしたね。丸がついてんのがミソやから、うん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 、青いで丸つけたやん、なんか意味やねんな。ないのリアン意味ないの丸はなくしたん、なくしたんか。丸はつけ、ここで撮ってるね、うん、撮ってます、うん、はい、なんかあのポスターのあたりではついてた、最終的にはなくなった、なくなってます、なくなりました、はいはい、まあだから最後の最後まで、はい、いろんなところにこだわって、完成させた青いでした。ということで青いチームの皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ではお席の方に、はい、13で3回目とかもすごいですね。本当にこれからも楽しみです。ありがとうございます。スペースチームの皆さん、よろしくお願いします。リム監督も、はい、ぜひ。リム君真ん中行ったら、私端っこがいい、挟むから。あのね、このチーム全員インターナショナル行ってるんですよ。で、今日学校なんですよ、ね、うん、今日休日でしょ、日本、うん、そっか、インターナショナルスクールは学校なんですよ。連休じゃないのか。そうなんですよあ、なので代表みゆちゃんは、うん、あのインターナショナルではないので今日お休みなんです。なるほど、はい、後のみんなは学校に行っているということで。そうなんですよ、はい、じゃあ、でもあのオンラインで、はい、あの秘密の話、あ、言わんとこあ、配信してるからあまり秘密の話にならへんかもしれない、ね、ならないから言わんときます、はいはい、今のはなかったということで、では自己紹介をお願いしてもいいですか。はい、はい、高校3年生の向井美優です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。美優ちゃんはあれですよね、何、真ん中って君たち2人が真ん中よそうですよね、あ、変わりたいってこと、うん、そうそうそう、うん、変わってんじゃん、ああ、はい、すいません、ありがとうございます。だから真ん中ね、真ん中、OK、はい、真ん中、OK、こんな感じ、リム君的にこんな感じ、あ、そうです、距離をね、保ちながら、はい、ソーシャルディスタンスも保ちながら、はい、はい、で、みゆちゃんは、はい、あの、まさに実はこの裏で長編映画の審査もやってここに来てますからね。そうか、優秀映画審査員のメンバーでもある、はい、あ、そんで、ワークショップの方にも参加、忙しかったですね。そうですね、うん、ハードスケジュールでした。ハードスケジュールだし、この2日間長編映画5つ見てますからね、彼女で朝から審査会やってます、はい、そうか、今日はだからもうフル稼働の中こうやって登壇もしてくれてると
え、何回目の今回は参加だったんですか？そうなんです、映画制作は今回で3回目で、はい、審査員は審査員も3回目です。あ、もうじゃあベテランユースですね。そうなんだけどね、長編映画の審査は今年初めてなんだよね。あ、うん、そっかそっか。短編映画をずっとやってて、短編は1日で終わるんですけど、長編は2日かけて、でしかも3日目審査会っていうのがあるのでフルフルなんですよね。結構ね、なんかこう短編とは違う感じでしたよね、はい、短編とか長編とかっていうのはその年に選べるんですか？あ、一応希望は、うん、希望はいただきますけれども、で今回は長編映画を希望して、はいはい、映画もしっかり審査をしてということなんですけど、ここではそのワークショップに挑戦して、これも3回目なんですね。はい、3回目です、はい、今回はどうでしたか？今回はすごいチームがもうあのご覧の通りグローバルなチームで、みんながインターナショナルに通ってるかハーフかクォーターかみたいなチームでした。で今までは結構なんか奈良の街をこうロケハンして、この場所に何を立たせたいかとか、ここからどんな物語が生まれるかっていう話し合いが多かったんですけど、今回はメンバーがすごい個性的だったので、どんなキャラクターをてか私たちを生かせる物語はないかみたいな話し合いをして、そのキャスティングがぴったりになるような物語を作りました。でも奈良の土地もめっちゃ生かしてたし、しかもね、出てきましたし、私からしたら東大寺からカット変わったら幸福寺行くねやみたいな感じだったんですけど、はい、ワープしてましたけどね。そうやね、だけどこの今奈良国際映画祭でのワークショップは、この三社寺ですね、世界遺産の周りも全て境内も撮影許可をいただいておりまして、でユースの皆さんにとってみれば世界遺産の場所で街で映画を作るっていうような、まあ、これは多分世界的に見てもそんなないんじゃないかなと思う。そうやね、はい、だから世界遺産を舞台にインターナショナルな子どもたちが、そうですね、街とそして自分たちの個性も両方生かす作品を作るって、監督これも新しいですよね。いや、そうですね、しかも、ね、まあ、多分10分間もないですよね、はい、全部なんかその10分間でなんかたくさんのメッセージ、そしてたくさんのなんか、ことをなんか表現できて、すごくすごいなと思いましたね、うん、ありがとうございます。なんかリム君もインターナショナルだもんね。そうですよね、まあ、ある意味ではねじゃマレーシアからいらっしゃって、そして、阪大にいらっしゃったこともある、まあ、で、エンジニアもやってらっしゃった。そうですね、監督になる前にはエンジニアだったんですよね。だけどもう今はどこの、 あのこうどこに行き着くかわからない映画監督です、ね、そうそう、今流れ物です今インターナショナルの流れ物です。流れ物ね。この間沖縄で会いましたもんね、私たち今年の5月そう、初めて出会いまして、あ、はい、沖縄で、沖縄で、沖縄のしかもケラマ諸島で会いましたよねそうそうそう、すごい縁ですよね。そう、それで、まあ、それなりに東京国際映画祭とかで、まあ、あのフォーカスされてたりする監督さんなんですけれども、あのそこの、まあ、ケラマ諸島の、島の中の、村長さんっていうの、うん、ザマミっていう島がありまして、でザマミの村長さんに、君もな川瀬監督みたいに有名な監督ならなあかんでってあのまるで学生みたいに扱われていましたよね。まあまあずっと学生ですよ、ずっとユースと思ってますので、はい、そうです、まあ、そんな中で、はい、再会の奈良だったわけですね、今回ね。そうなんです、そしてまあ、はい、美羽ちゃんは、はい、あの自らのやっぱりアイデンティティという中でも、お父さんがインドで、インド人です。でお母さんが日本人で、ここに参加してた子たちは他はハーフで言えば、フランスの子と日本人だけどアフリカに住んでた子と、うん、あとアメリカのクォーターの子がいました。この間までどこにいるって言ってたっけ、彼女は。コスタリカどっかにいて帰ってきたばかりって言ってましたよね、はい、
だからなんかもうすごくそういう、 こう髪の色がままの水色、あれ衣装とかメイクやったわけじゃないですよね。でいつもおへそが出てってなってくるっていうかで彼らの中でこう中学生でドレッドやってる子と、そのブルーの髪に使えるね、うん、はい、やってた子はまだ14歳、はい、中学2年生でした。でここの、まあ、高3だから18歳もになるっていう、そういうこう、まあ、4年っていうと、この時代の4年ってすごい結構あると思うんですけど、ね、うん、その辺のコミュニケーションどうでした？もうみんなすごい対等で、なんか最初年齢を自己紹介の時に聞いた時はめっちゃびっくりしたんですけど、その後はもう年齢のことも忘れて、普通に意見言ったらそう返してくれるみたいな、うん、で2人ともすごいしっかりしてて、なんか自分の意見をちゃんと言ってくれたので、みんなでいい作品が作れました。うん、はい、レイちゃんっていう、ミラーレイっていう、こうちょっと私がCEO ですけどみたいな感じで言ってた、はいはい、代表ですけどいましたよね、はいはい、彼女なんかはこのワークショップが終わった、2日後にオランダの学校に行くからって言って大学が合格したので、はい、もうオランダに移住しますということだったんですよね。だから彼女はアメリカのお父さんと日本のお母さんかな、うん、でなんですけど、まあ、そういう、こう状況の中で自分の居場所を見つけるという、このタイトルに込めた思うって何なんですか？タイトルは、まあ、最後までちょっと最後に出来上がってから決めようってなってたんですけど、やっぱ最後に戻ってきた時に、その自分の空間と相手の空間で、うん、私とあなたとの空間で、この全体のスペースと全部なんか通じてて、やっぱスペースしかないなってみんなで決めてスペースになりました。スペースっていうのはじゃあここのこと？そうですね、ここがタイトルっていうのは、ここが中心、なんていうのかな、言いたいことなのかな。なんか最初は一人の女の子レイちゃんが、こうコロナのこのご時世の中で、奈良がもともと疫病が流行った時にコロナウイルスを追い出そうとするんじゃなくて、一緒に共存してその建物を建てて収めてもらう、その共存っていう考え方がすごいいいっていうアイデアをくれて、そこからみんなで共存をテーマに作ろうってなったんですけど、で共存ってどういうことかなみたいなことを話し合っていく中で、人と自分たちが違うっていうことが当たり前だっていう認識になったら、共存が成立するんじゃないかという考えにたどり着きました。だからその人と違うのが当たり前だし、人それぞれにスペースがあるから、それを許容してる空間が欲しいなって思ってスペースになりました。私はもう引退しようかなと思って今いや、そのでもスペースがすごい狭いものじゃなくて、開かれてるスペースになるところがすごいですね、作品の中に、ね、最後にこうみんな集まってくるじゃないですか、うん、あそこの場にね、うんうん、あの場に集まってきた時にみんないろんな自分の方向向いてんねんけど、うん、これまで撮れなかったカメラマンが私たちのこう、まあ、みんなに見せるこう世界に向かってカメラを向けてシャッター切りますよね、うん、あれは何でしょう、すごい印象的な終わりでした、うんうん、そうそうそう、うん、最初はその最後にカメラマンが撮れるようになるシーンを撮りたかったんですけど、そのシーンがどうやっても思いつかなくて、で結局最後のシーンまで決まらずあのシーンに行ってしまったんですけど、でいろんな構図を考えて、全員が入る場所はどこだとか、場所を先に決めてしまったんで、なんかすごい変な配置になったり、一回無理やり5人を入れて、うん、すごい見にくくなったりもしたんですけど、あの配置にして、その後で
最後カメラマンが入ってくるときにその集まった4人を撮ろうとしてたんですね最初は、うん、その4人が共存してる空間を最後に撮るっていう終わり方にしようと思ってたんですけど、あの いろんな人にも相談して最終的にそのスペースってこの画面の中だけじゃなくてここにいる皆さんもスペースの一員だなってなったので、最後カメラマンが皆さんにカメラを向けて皆さんも同じ空間を同じスペースに一緒にいる人たち、だから映画の一部に見てくださった皆様も入れるようにっていうラストにしました。引退決定やなと思ったいやでもあれが本当にまさにそのスペースを広げてくれる感覚にもなったし、いやリム君もういいよね私たち、そうですね、もういいと思う、ほらいらないですよね、すごいな、いやいやいや、まだまだお二人にももちろんいやだってこれ何年も何年もかけて私たち映画作って、そしてもう映画作ってるみんなだってまだ気づいてないですよ。スクリーンの向こう側に世界があって、そして私たちのこの空間の向こう側と、そしてもっと先未来があるっていうことに気づいた瞬間に自分たちがどういうものを作れるのかっていうことにやっぱり客観視できるので、そう、ね、息ついてますから、うん、自由に行ってくださいこのまま。まあでも本当にそういうところもやっぱりこのインターナショナルなメンバーだからこそ、まあそうです ね、 ねやっぱりね、やっぱ感覚とやっぱりその見ている世界っていうものに、ね、うん、あの広がりがやっぱり大きく、うん、あるなと思いました ね、 ね、うん、国とか年齢とかそういうのもこう全部超えた、うんうん、感覚が、はい、伝わる作品でした。ちょっともう一つだけ工夫があって、最後のエンディングの時の曲なんですけど、あのずっと5つの音が鳴ってるように作曲しました。ミュウがね、ミュウが弾いてます弾きましたピアノで、はい、なんか最終日にこの映画に BGM を入れる時間がなくて、ずっと無音でセリフもほぼなくてどうしようと思った時に、とりあえず作ってみようと思って、あの5つの曲が5つの音がずっと鳴ってるような曲を作ってメンバーに聞いてもらったら、じゃあ最後に入れようってなって最後に、挿入しました。この曲の中にはそういう5つの曲が共存していて、そしてそれをこう共に奏でてる時があったりとか、少しはみ出してるようなこうリズムになってたりとか、そしてその時にミュウが見てた世界っていうのには光があった、はい、うん、はい、素晴らしいと思います、素晴らしい、はい、じゃあリム君も明日からもうやめようか、はい、待ってくださいいやいや、まだまだね、はい、先輩2人の大きな背中を、はい、追いかけていきたいと思いますが、でも本当にあの素晴らしい作品でした。ありがとうございました。ありがとうございました、はい、今日は、ね、みんな学校ということで、あ、はい、一応お名前だけ紹介しておきましょうか、はい、参加した、はい、お願いします。美月は男の子カメラマンを役をやりました、はい、美月、今長野のインターナショナルに行っております、それから、直子、ブルーの髪の毛をしていた彼女、はい、それからエデンは、ドレッドをして、うん、まあ、YouTuber っていうのなんかインスタグラムですね、インスタグラムをこうやってるあの子も、京都のフランスの学校に行っておりますと。で、ミラ・レイちゃんは今、アムステルダムから見てるかな見てるかな見てるかもしれないですはい、れいちゃん新しい環境で、今映像を学んでます。将来は映画監督になりたいということでございました、この5人にでは大きな拍手を、はい、お願いします。ベースチームの皆さんに大きな拍手を、ありがとうございます。じゃあ審査員もまだ続くよね、はい、忙しいのにごめんなさい、戻ってくださいね、はい、ありがとうございました。はい、ということでスペース出ていただきました、ありがとうございました、ありがとうございます。では、ライフラインチームの皆さん、ご登壇ください、お願いします。
い、ではライフラインチームの皆さんにもまずは自己紹介からお願いしたいと思います。マイクが向こう、あ、じゃあこっちから、はい、やるくんから。高校1年生古見なるです。お願いします。アイドルです。アイドル もう今も髪型かわいらしいもんね、なるくん。はい、ご感激ありがとうございました。高校3年生の岡田優香です。夏休み最後の思い出にやばい恐ろしいものを作ってしまったなという感じです。よろしくお願いします。高校3年生の三宗理子です。今回で4回目なんですけど、今までの映画以上にこう上映前すごい緊張しました。お願いします。高校2年生の富永千春です。今回は1回目の参加なんですけど、すごいみんなでたくさん考えて作った映画です。よろしくお願いします。高校1年生の星野桃奈です。今年で映画祭参加は2回目になります。今まで自分が感じたことのない感情が映画を作る上で生まれました。よろしくお願いします。高校1年生の沖野ひなたです。参加は今年で4回目になります。私自分ではあまり泣かない方かなって自分のことを思ってたんですけど、今年の映画制作すごい泣いて、自分って こういう気持ちを抱くこともできるんだなって再確認しました。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。4回目って言ったら解禁やね。あ、はい、すごいね。そうですね、ユース部門始まって4年なんで、4年目の、まあ、ここで結構常連がこのチームはいる。みんな高校生のチームだったんですね。そうです ね、ライフラインチーム、はい、いやでもちょっと泣いちゃいました。なんかひなたはいつもめちゃめちゃ冷静やねんな、うん、よく周りからはそう言われます、うん、だからまあモナも言ったみたいにこう自分今までこんな自分が出てこなかった自分を結構この1週間でこう出てきたっていう、なんかその理由って何かありました？私はこのいつもゲームをしても漫画を読んでも結構みんなこのキャラが好きやねんって言ってすごい推しの話とかを周りでしてる子がいっぱいいて、あーすごい羨ましいなって思う側だったんですよ、いつも。でもこう話してたら、私には推しみんなが推しっていうような推しは確かに私にはいないけど、みんなが親に対して抱いてるこの疑似的な推し、多分実際に掘り下げていったら推しっていう存在になり得るであろうっていう好きっていう感情を抱いてるんだなって思ったら、すごいなんか感動してきちゃって、その人間ってこんなすごい生き物やなっていうことにも感動してしまって、ちょっと涙が抑えられなかったっていうのがあります。ちょっと千春にマイクを出してほしいんですけどね。こう最初その劇が終わった後にバーンとこう出てきた千春が、なんかお母さんのことを殺したいと思わないのはっていう、これものすごく衝撃的な言葉だったと思うんですね。皆さんもまあなんかアイドルを推してるまあストーリーかなと思っていたら、黒身に落ちてバンとこうこれが出てきたんですけれども、この感情はあれですよね、そのあの場にいたみんなをこうブワーッとそういう今ひなたが言ったみたいな、なんか感情にこう持ち上げていく。まあ千春とひなたは出てたから、こうマジよくねみたいな感じで出てたから、なんかそういうところとこうまああそここうフェイクドキュメントみたいな感じにまあなってるんですけれども、ああいうところでのバーンっていうこう、うん、一打がすごくてですね、それにこうみんながブワーッとこう乗っていくところだったんですけど、あの辺っていうのは
こうなんだろうな、自分が演じてるっていうこととそのリアルっていうところがこうブワーってなっていった感じがしたんだけど、そうですね、なんか映画をどんどん作っていくうちに、なんか2日目か3日目ぐらいのこの A チームができてすぐぐらいの時にみんなで一回話し合って、でその時に今その話し合いをするまではずっとそんな自殺とか親とかいう話じゃなくって、ただのアイドルのストーカーの話だったんですけど、その話し合いをしてからなんかみんなが同じ気持ちじゃないけど同じようなことを思ってるって、みんなが口に出さないだけで思ってくれてるっていうことに気づいて嬉しいじゃないけど安心した感じがして、それからこういう映画をみんなでしていこうって言って作りましたね。なんかあのね、リコが、まあ、この話の実はまあ中心になっているというのか、アイドルの推しがいて、で、まあ、この、最後のドキュメント部分に対しても、まあ、自分がこう、今でも死にたいと思ってるしみたい な, なんか感じも言いつつ、なんか全てをこう実は俯瞰して見ているっていうような役割をしてたと思うんですけど。そうですね、その本当にこんな感じの作品になるとは思ってなくて、作った時は本当休憩中の雑談から始まったんで、この作品はそれがこれなんだろう、こういう重いっていうわけじゃないけど難しいテーマになると思ってなかったし、なんだろうな、まあ世の中的にはなんか推しっていうかファンってなんかえみたいなオタクなのって思われがちなところもあるところをこうテーマにして、なんだろうな、その作品を撮るって、作品の中でもすごいあのかけるくんのオタクができてすごいなんか楽しかったというか、公開オタクみたいな感じがして、オタクの良さも伝わればいいかなとは思ったんですけど、これじゃなんかどうなんだろうって思ってます、ね、でなんか今その千春が言ったみたいに、先ほど赤い服の千春が言ったみたいに、こう2日目かなんかの時に、まあ、ぶっちゃけこう話をしだしたら割とこうみんなが同じようなことを思っていた、そこが非常にヘビーな、何かこう世の中的にはヘビー なんか話になっていて、親との関係だったりとか、死の問題だったりとか、なんかそんな風になってきた時にモナはその頃もう行きたくないかなと思ったりとかしてました。なんか私がその今回映画作るのでなんかすごい気分が違うぞって思ったのが、そのなんだろう、私が去年参加したのが中学3年生で今年高1で、間に受験とか結構大きい出来事が入ってて、でその時に感じたストレスだったり、なんかそういう自分の中で物理的にでっかい変化もあったし、それに伴ってなんかすごい精神の変化っていうか、そういうものがあって、なんかもちろん辛かったなっていう思いもあったんですけど、それを映画の中で形にできて、でみんなの今まで感じてきた思いとかを映画の中に映し出すっていうことができて、すごくなんだろう、幸せだなって思いました。おかゆは、まあ、それをさっき感激、ご感激ありがとうございます、非常にまとめたご挨拶をしていただいたんですけど今回のは非常に、まあ一回みんなで泣いたりとかなんかして、すごい状態の中からもう、まあ、もう明日もう行きたくないなぐらいの感じがあって、だけど最終着地点、今の状況っていうのはどういう感じですか？そうですね、やっぱり本当にこのメンバーほぼ全員が号泣するみたいなほぼ事件みたいなのがありまして、自分ももうこの泣いたのをどうやって親にごまかそうかみたいなのを考え始めるんですよ。で
やっぱり数人あのこの映画ちょっと世に出すの嫌だなとかっていうのもあったりして、本当にすごいいっぱい話し合ったんですけれども、まあこの映画多分見てる人によってあの終わり方ってあの感じ取ることが全然違って、まあバッドエンドだろうと思う人もいればハッピーエンドじゃないかと思う人もいて、フィクションだろうと思う人もいれば、いやこれはノンフィクションだって思う人もいると思うんで、本当にあの無限の可能性を秘めたといいますか、今となってはもう逆にもうみんな見てくれって感じの仕上がりになったんじゃないかなと思ってます。いやどうこの若い子たちの、いや私でもほんまに今もちょっとまだ泣きそうな気持ちが続いてて、いや私ね、ほんでね、この女子、うん、高校女子のパワーに、うんうん、すごい高一のこの間まで中学生やったナルが耐えてカメラ回してますから最後、まあね、男あれどう一人でね、結局ナルくん思ったこと、あの時あのみんながぐわってまあ半分泣きながらこう言ってますけど、うん、あの時どう思ってました？そうですね、なんか僕はあんまり共感してあげられなかったんですけど、そういうふうに思ってる人たちがいるっていうことを、まあ、こう皆さんに届けたいなって思って、今ここでこう皆さんの力を借りてこの映画を届けられたことをとても嬉しく思っています。アイドルっぽいんだけど、ね、もうポーズもめっちゃ決まってたしね映画の中の作品でもね、うん、でもなんかこう親と君たちそのやっぱ思春期この関係性っていうのにはやっぱりどうしてもギクシャクしたものがあるじゃない、私たちだってあったしね、みんなある。でもそのことの中でナルが彼女たちの発言を聞いてて、その親との関係ってすごいネガティブかもしれないけど、これだけは親に伝え得たいっていうようなことを思ってましたよね。はい、2回目になってすごい言うのが恥ずかしいんですけど、あの僕ら子供は皆さんお母さんお父さんのことが大好きです。だから絶対にどんなことをしてもお父さんお母さんを信じていたいので、あのお父さんお母さんも僕らユースを信じてください。いや泣くわいやでもあの私は自分に子供がいないから、はい、年齢的にはみんなのお母さんぐらいだけど、どっちかというとみんなの方に入ってみて、例えばその死にたいってなった時に、いやお母さんお父さんが悲しむよ、どれだけ今まで大事に育てられたと思ってんのって言ってくれる人はいたかもしれんけど、私たちはお母さんのことが大好き、お母さんを自殺した親に娘の親にしたくないっていう、それ私きっとずっと思い出すセリフやなと思って、で、まあ、一方でその推しっていうのも、いやもうめっちゃ死にたいと思ってもあかん、来月推しのライブがあるからそれまでは死ねって思うのもすごいリアルな気持ちやったりとかして、だからすごいその推しを追いかけるっていうのと親との関係っていうの最後っていうのはこの短い作品の中ですごいよくここまで本当に伝わるものができたなと思って、もうめっちゃ伝わりすぎてちょっと今泣けるものなら泣きたい。あのポスターもすごいですよ、うん、ポスターも作ったん、作りました、ね、はい、あのエピソードは誰が言う、日向が言う、日向がエピソードがあります言ってる、はい、あ、はい、千春ちゃんがそのポスターの絵を描いてくれたので、うん、そっちは千春ちゃんに任せることにして、私はこのライフラインっていう題名に関するエピソードをちょっと喋らせてもらおうと思います。こんな感動的な話の後に喋ること、まあ、それはまあ置いといて、このライフラインっていうのは、まあ、分かると思うんですけど命綱っていう意味なんですけど、この作品の中にあったように主人公のゆずちゃんはちょ周りから見たら不純かもしれへんけど推しのためにもう推しの推しがいるからっていう気持ちで生きてて、だからゆずちゃんからしたら推しが命綱なんですよね。でもその命綱は友達かもしれへんし親かもしれへんし、それに気づいてないだけでどこかには絶対自分の命綱があると思うんですよ。だからその命綱が私にはもう生きる意味なんてないって思っ
ってる人でも絶対どっかにはその自分を引きつこの繋いでおいてくれる命綱があると思うので、そんなに私にはもう何もないんだって思わ気負わんと生きてほしいなっていう意味を込めたライフラインっていう題名になってます。もうありがとうございます。私らいらんくなってきましたね。いらんくなってきました。もうこう私端っこに行きたくない。どんどんいらんくなってきてるぐらい、はい、じゃあ千春、はい、私の方からはポスターの説明をさせていただこうと思うんですけど、その雲の糸っていう小説があって、うん、そのカンダタっていう男が地獄から雲の一本の糸を登っていって最後に糸が切れてみんな地獄に戻るみたいな話なんですけど、それをイメージしてその細い雲の糸で今にもちぎれそうだけどライフライン命綱みたいな感じを意識しました。で上の方に極楽があるのかどうかは分かんないけど、でも上に行こうとしている。で、人形が3体いて、リコちゃんの演じてる役の人形と私とひなたちゃんの人形があって、で人形で操り人形みたいな感じの絵になってるんですけど、その親とか他にもいろんなもの推しとかにも操られてるのかもしれないしっていう意味で操り人形にしました。ポスターも深いですね。そうです、うん、まあ、本当になんか、うん、私は彼らが命綱です。ありがとうございました。いや本当に素晴らしかった、ありがとうございました。ライフラインチームの皆さんにもう一度大きな拍手をありがとうございました。ありがとうございます。さあそれでは改めまして、ここでもう一度ユース映画制作チームの皆さん全員にご登壇いただきたいと思います。皆さんどうぞ。はい、ありがとうございます。いやもうすべてがね素晴らしかったので、いろいろお話も伺いすぎてガンガン押してますけれども、30分押してます。30分押してます、はい、すいません。いやでも本当にそれだけ素晴らしい作品を、3作品見させていただきました。どうもありがとうございます。ではレム・カーウェイ監督、ぜひ今回の総評をはい、いただきたいと思います。はい、まあそうですね、今回、まあ、特別講師として参加してたんですけど、まあ、ある意味では本当にすごい特別なことを、体現させてもらって、逆に自分が、ユース今度は参加者17人がいるんですけれども、17人のユースになんか特別になんか教わったっていうなんか気がしましたね。本当になんかすごい貴重な体験でしたけれども、そして、この3本の映画ですけれども、正直言うと、すごくレベル高いですよね。まあ、大人の僕は映画作っているんですけど、実際自分も、まあ、いろいろ、ワークショップも、やってたりしてたんですけれども、多分今まで、参加したワークショップの中で一番レベル高いものじゃないかと思いますよね。もし、そういう映画ワークショップの、コンペがあれば、これ3本ともなんかグランプリになるじゃないかと僕は思いますよね。いや本当になんかレベル高いです。しかも、よく考えるとこれは、皆さんがなんか1週間の中で作った映画ですよね。その本当に信じられないです。多分大人でも、まあ、1億の予算を与えても1週間でこれぐらいのものを作れないですよね。だからすごいなと思ってて、あともう一つすごいのはやはり全員出演してます。そして、もし、作り手が、
こういう舞台挨拶にしなかったら多分、このワークショップの存在もしなかった人、この3本を見るとなんか、まあ、長年間、企画して、まあ、何ヶ月くらい準備して撮った映画と思うかもしれないし、あるいは、出演していた、皆さんですね、全部プロの役者さんじゃないかと思うかもしれないですよね。でも実際も本当にさっき見たそのメッキングの映像を見れば分かるんですけど、本当にああいう感じで作ってきたんです。いやこれ本当にすごいことですよね。自分にとってもすごくなんか新しい体験をしていってすごくいいなと思っています。あともう一つ、まあもちろん今いろいろ絶賛はしてるんですけど、で自分参加してて一つ気になることがありまして、例えばですね、まあ、ワークショップの中で僕も皆さんに自分が最初作った映画の時にいかに苦労したかということを、教えてたんですけれども、でも彼らを見るとあまり苦労してないですよね。いやもしかしたら今の子どもたちの方が、辛抱しているかもしれないですけど、そして、映画を作っていく時に僕も一つ、昔の自分を比べながら見てたんですけれども、まあ、多分川瀬さんもそうかもしれないですよね。我らなんか自分の作品作る時に特に、最初の作品作った時にすごく断りがありまして、同じテックでも多分何回多分一発であれば 2,3 回撮ってから OK はしないです。まあ、特に僕の場合ですね、まあ、最初映画作った時に多分一つテックでも何回も繰り返してスタッフも役者さんもなんか何回も繰り返してやってもらって納得するまでに OK しかしないですね。まあ、それはやっぱり経験がないということもあるんですけど、今、まあ、僕何本映画作ってきて、まあ、やっと今、本当に、まあ、1テックでも2テックでもなんか OK に出すことができたんですけれども、でも彼らはですね、多分ほとんどのテックは1テックですよね。あるいは、2テックでもそれで OK を出す、これはすごいレベルですよね。しかもその判断力もすごいなと思ってて、それが僕もすごく、気にながら見てたんですけど、まあ、もしかしたら今彼ら、ユースたちのそういう判断力はすごく、我々よりなんか、まあ、発達しているかもしれないし、もう一つはやはり、このワークショップですね、みんなの力出し合いながら作っていくということで、だから、もちろん彼ら作るときに妥協をしないだと思うんですけれども、でも結構僕外見てて彼ら結構周りの人の意見も周りの人の気持ちもすごく気を使って作っていることあるじゃないかと気がしまして、まあ、ワークショップだったらむしろなんか自分あるいは、自分の栄光ということを結構隠したり、あるいはそこまでなんか、断ってないかもしれない。でも、もし一人で例えば自分が将来多分、皆さんも映画作りたいと思うんですけれども、自分がなんか監督になるときに、あるいは、自分の作品作るとするときに、おそらく、まあ、こういうワークショップとまだ違うような形になるんじゃないかと思います。でその時多分もうちょっとなんか、まあ、自分が作りたいものなんかそういう気持ちもっと強くなって、まあ、こだわりがもっとなんか強くなるんじゃないかと気がするんですよね。だからもしかしたらこれから映画撮る時に、ワンテックじゃないかもしれない、まあ、2テック3テックも繰り返して納得するまでに撮るかもしれないですけど、でもこの今回の、ワークショップですね、まあ、それ僕にとってすごくなんか驚きましたね。やはりしかも出来上がったものはすごいですよね。出来上がるものは本当にすごいですから、いやそれ、まあ、それに、まあ、このことに関しても自分にとても一つ課題と考えていますので、本当に今回いろいろなんか体験させていただいて自分もまあこの経験を生かして映画を作りたいなと思います。はい、はい、リム・カーワイ監督に総評いただきました。ありがとうございます。では川瀬さんも、はい、お願いします。はい、かなり巻きが入っていますので、はい、続きましてのリム・カワイ君のいつかどこかでの時間がなくなってしまいますので、はい、私からは一言、はい、この素晴らしき才能たち、私たちの日本で、奈良で、ここで間違いなく作られた、作品、これをもってどんどん世界に出ていこう、
そして私たちが、やったことはたった一つです。口出ししない。以上、ありがとうございました。ありがとうございます。皆様、今一度この若い世代の新しい才能に大きな拍手をお願いしたいと思います。ありがとうございます。